こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2018年8月、防衛省は航空自衛隊に早期警戒機 E2D アドバンスドホークアイ2機の購入予算を計上しました。金額は544億円ということです。2機でこの金額ですから、超巨額の予算ですね。びっくりしますが、このホークアイは、それに見合う価値のある機体らしいですよ。何と言っても、この E2D ホークアイの導入によって、日本の防衛力は、はるかに優秀なシステムになることが予想されています。空中で戦闘機が発見できない敵の機体を E2 ホークアイは感知できるのです。そして、地上のイージス艦へ連絡し、監視体制を敷き、F-35 ステルスでの防衛という手順になると言われます。このシステムは、非常に強固なものになるので、敵機は見つかっていないと油断するかもしれませんが、実はこちらは相手に見えないところから攻撃できるようになるのです。敵の行動がこちら側にはスケスケ状態となるのが、この E2D ホークアイ導入の大きな意味と言えるでしょう。余談ですが、少し前に大人気だった鋼の錬金術師という漫画をご存知でしょうか？テレビアニメ化や映画化など一世を風靡した漫画ですが、主要登場人物にホークアイという女性キャラがいました。冷静沈着な金髪美女ですが、射撃の腕は超一流で百発百中。敵を見逃さない。まさにホークアイ鷹の目という名前にふさわしいキャラ設定でした。では E2D ホークアイについて、産経新聞の岡田敏彦記者による記事を紹介していきます。世界最新鋭の新型早期警戒機 E2D が航空自衛隊に配備されることが9月に決定しました。E2 の機体上部には大きな皿型のレーダードームが設置されており、空飛ぶレーダー基地としての役割を果たすということがわかっていますが、今回新たに導入される D 型は、一般的なレーダーに映らない、見えない戦闘機ステルス戦闘機をも探知可能だと言われ、驚異的な能力を3つも備えているそうです。このステルスキラーの実力とは、果たしてどのようなものなのでしょう。一空のレーダー基地 E2D アドバンスドホークアイはアメリカのノースロップ・グラマン社が製造する早期警戒機です。ご存知の方も多いとは思いますが、早期警戒機とは強力な大型レーダーによって空を監視し、敵の位置を探り、味方に知らせることで戦争を有利に進める航空機のことです。歴史的には、早期警戒機が実戦に投入されたのは、第二次世界大戦の末期だったそうです。E2D アドバンスドホークアイですが、現在、航空自衛隊には E2C ホークアイが13機配備されているので、それにプラスする形で配備されることになります。9月10日には、アメリカ国務省が、日本にはマックス9機まで、売却するという方針を議会に通告しました。前述の通り、日本でも2018年8月末に防衛省が平成31年度概算要求で新早期警戒機 E2D 購入のためとして2機で総計544億円を計上したところです。もともとホークアイ購入の目的は日本の南西地域をはじめとする
周辺空域の警戒監視能力の強化ということでしたが、この機体の秘めた可能性は未来を先取りするものと思われます。この E2D 最大の特徴は、従来の C 型に比べて飛躍的に発展したレーダー ANAPY-9 です。従来 C 型の探知距離は約 560km で、東京倉敷間にあたる距離を探知可能でした。それに加えて、約2000もの目標を同時に識別し、追跡し、味方の迎撃機40機に、敵の飛行方向や高度などを命令し、指揮することができました。新たな D 型のレーダーにはアクティブ電子操作アレイ、AESA 式を導入しています。これは、アメリカのステルス戦闘機 F-35 などの最新鋭戦闘機、あるいは敵戦闘機を寄せ付けないイージス艦と同じ方式のレーダーで、多くの目標を同時に追尾できる能力があります。この驚異的な能力を持って E2D アドバンスドホークアイを、空飛ぶレーダー基地と呼んでも過言ではないでしょう。そして、二つ目のすごい点は、レーダーに使う周波数を UHF 帯としたことによる、E2D のステルス探知能力です。2ステルスを見逃しさない F-35 搭載のレーダー ANAPG-81 や空自も、運用する F-15 戦闘機のレーダー ANAPG-63 など、多くのレーダーは X バンド、マイクロ波、波長 2.5 から3.7cm です。これに対して、極超短波の UHF 波デシメートル波とも呼ばれ、波長が長い 10cm から 1m のですが、この違いによってレーダーに映らないはずのステルス機が見えるというのです。アメリカの軍事研究団体米国海軍学会はホームページ上で、専門家アレンド・ウエストラ氏による E2D の能力分析を紹介しています。彼によると、ステルス戦闘機は、KA、KU、X、C バンドのいずれか、または一部の S バンドの高周波の電波による探知は、困難であるのですが、航空機の翼の端など構造物の寸法が波長の8分の1以下と等しくなると共振現象が発生して、レーダー断面積が変化してしまうということです。素人にはよくわからないのですが、簡単に言えば、波長の長い UHF 波をレーダーに使用すると、ステルス機であっても、レーダー断面積が大きくなるのでレーダーに映ってしまう、ということらしいです。ウエストラ氏は、強く、非常に大きな構造物で構成される、ステルス爆撃機 B2 スピリットなどはともかく、小型のステルス戦闘機なら、尾翼など小さい部分が複数あるので、UHF 波を使う E2D のレーダーに探知されてしまうと述べているそうです。ただし、UHF 波にも欠点はあります。この波を使うレーダーは解像度が低くなるので、正確な目標を探知するためには使用できないというのが、一般的な認識でした。第二次世界大戦前、ドイツが世界の科学技術の最前線を独走していました。そして、世界で初めてレーダーによる航空機探知に成功したのです。世界大戦中は、レーダー搭載の夜間戦闘機によるイギリス軍爆撃機への迎撃作戦を展開しましたが、Mi-110GA や Hi-219 などの夜間戦闘機に搭載されたリヒテンシュタインなどのレーダーは UHF 波、つまりメートル波だったのです。
対するイギリス軍はマイクロ波を発生するマグネトロンの実用化を成功させ、モスキート夜間戦闘機などへ搭載しました。UHF 波より波長の短いマイクロ波レーダーは、敵機の高度や方位の探知の正確さでは、ドイツ機が搭載しているレーダーを大幅に凌駕する性能を持っていたため、ドイツの野戦戦闘機を何度も返り討ちにしていたそうです。日本では第二次大戦の最後まで実用化できなかったレーダーを使用した電子戦だったのですが、同時期のヨーロッパでは毎晩のように展開していたということになります。当時の日本の技術力の劣悪さ、それだけでなく日本全体の劣悪さが理解できるエピソードです。実はこの時にはメートル波より波長が短いマイクロ波レーダーの方が高性能だということはすでに明らかになっていました。これ以後、波長の長いメートル波 UHF 波はレーダーにおいてはあまり使えない技術ということで、表舞台から姿を消しました。だからこそ、ステルス機を作る人たちも、この UHF 波を無視していたのですが、この波を最新の AESA レーダーに採用し、なおかつ強力なコンピューターによるデジタル処理能力と組み合わせた。おかげで、UHF 波の潜在能力を活かせたことになりました。言うなれば失われた技術を見直したことによって、ステルス機が発見できるという二つ目の能力につながったわけです。そして三つ目は、従来の早期警戒機の枠を打ち破る NIFCCA 日課構想で、収穫機能を持ったということです。三司令塔、初めて聞いた方も多いかと思いますが、日課とはナバル・インテグレーティッド・ファイアー・コントロール・カウンター・エアーの略です。アメリカの防空システムで、海軍の艦艇や陸上基地からでは探知できない遠距離水平線より、遠くの目標を高い位置にある早期警戒機のレーダーによって発見し、その位置情報をネットワークを使って味方すべてにつなげ、共同で敵に対応するという構想なのです。この構想の中で、EEB はシステム全体を統括する司令塔の役目を担える能力を持っています。詳しく説明しますと、日課では、強力な電子の目、レーダーによって戦闘地域全域を見通し、敵は、もちろん、味方の艦船や航空機の位置、その火力などを把握できます。それだけではなく、海上の複数艦船のレーダーが得た情報を即時にまとめ、敵機を迎撃することも可能なのです。さらに、イージス艦に搭載される SM-6 ミサイルの誘導機能も保持しています。敵艦が、水平線の下にあって、イージス艦のレーダーでは探知できない場合であっても、EEB の指示に従って発射すれば、その後は EEB が誘導することになります。また、敵地の奥深くへ侵入した味方のステルス戦闘機の岩が、センサー役にして、情報を集めさせて味方と共有することもできるのです。要するに、目と耳ステルス戦闘機を遠くの窓行かせて情報を集めるということですね。アメリカ海軍は、すでに NIFCCA 対応能力を用いる EEB と、イージス艦を日本に配備していますから、自衛隊が EEB を導入することで、日米の連携能力が飛躍的に向上すると考えられています。とはいえ、実際に日課システムを発動しなければならない状況になるのは、
決して望ましくありません。下手をしたら国同士の戦争にまで発展しかねない危険な状況というわけですから。しかし一方で日本の領空が脅かされているのも現実です。例えば航空自衛隊の戦闘機の緊急発進スクランブルの回数ですが、平成29年度はなんと総計904回です。単純計算で1日に2回か3回発進しているということですよね。内訳は中国500回、ロシア390回ということです。この両国の航空機がこんなにも多くの回数日本の領空に接近したということです。ではその逆の例はどうかと言いますと、つまり自衛隊偵察機が中国領空に接近して相手がスクランブルしたという例なのですが、それはありません。日本領空に近づかれているだけなので、こちらが一方的に受けて立つばかりの状況と言えましょう。太平洋戦争以後の日本の戦略である専守防衛ということを思い出しますね。しかし自衛隊機にしょっちゅうスクランブルさせている中国やロシアがステルス戦闘機を開発している今の状況では、強力なレーダーと見えない戦闘機ステルス機を発見できる能力を持つ早期警戒機は将来的にも重要性を増していくだろうと思われます。 E2D アドバンスドホークアイ、さすが鷹の目というところでしょうか。その性能を知れば知るほど戦闘機以外の部分が重要となってきます。この全てを加算すれば相当に強固な防衛システムとなることがお分かりでしょう。そうなれば今後の日本の防衛力は中国やロシアなど何度も領空に近づいてくる旗迷惑な周辺国を大きく突き放すものとなることでしょう。